はい、こんにちは、フリースピリッツです。こんにちは。今日は、デシベルの、お財布をご紹介いたします。はい、というわけでちょっと伝わりにくいかなと思いますので、お会計を実演しながら、はい、はい、払っていきます。はい、はい、では、2500円になります。はい、2000と、はい、よいしょ、500円がないので、500円なかったですか。小銭があれですね、すごく広く見渡せて取り出しやすそうですね。そうですね、このマチもこう1段じゃなくてこう2段にギザギザの形になってるので、意外とありそうでないですよね。そうですね、なんか中がチャックとかアイテムもこの1段分っていうのはよく見ますけど、そうですね、この折り返しが結構多いので、かなりこう見ると割とここが直角になるぐらいは、本当ですね、なんか襟巻きと影に似てますね。ここの襟の形がちょっと似てるかもしれない。可愛いですね。はい、で私もう一個気に入ってるところがあって、はい、こう閉じた時の、はい、まあ、小銭をこうパカッと開くんですけど、はいはい、開くところが結構分厚いんですよね。はあはあ、ここですね。あ、確かに、はい、なのでここがちょっと薄いと、はい、開く時にここがこう山形になってへたっちゃうんですけど、おー、なるほど、分厚いことで割と簡単にパカッと開けられるっていうのもお気に入りポイントの一つです。なるほどなるほど、はい、そこをちょっと変に気遣って使わなくてもいいっていうところは結構楽かもしれないですね。そうですね、もう何も気にせず使っていただけます。なるほど、はい、お札はそこに挟む形なんですね。そうですね、ここにこの小銭入れの裏に、はい、挟むところがあって、なるほど、ここにガサッと挟む形なんですけど、なるほどなるほど、で本来は、はい、ここに札押さえがあるので、はい、こうやって押さえる形になるんですけど、ほうほうほう、私はこれ私物のお財布なんです。あ、私物なんですね。ちょっと素敵、商品紹介してるうちにお気に入りすぎて自分で買ってしまったという。あ、なるほど、素晴らしい、私物のお財布なんですけど、なるほどなるほど、で私はこの押さえのところにお札は挟まないで、はい、こういうよく使うカードなんかをピッて挟んでしまって、ほうほう、でクレジットカードでお会計の時はもうここからピッと出したりとか、おー、なるほど、っていうこともしてます。おー、はい、なるほどですね。これは使われてどれぐらいですか。そうですね、使ってまだ 3ヶ月も経ってない、1ヶ月とかですかね。ちょっとずつでも色が濃くなってきてます ね。 本当ですね、もうちょっと最初明るい黄色でしたもんね。そうですね、最初は結構中も変わった、中も変わっちゃった。よく使われてる、ね、そうですね、だいたい最初これぐらいの黄色なんですけど、ほうほう、ちょっと使っていたのもあって、なるほど、若干この辺とかやっぱりカードの跡がちょっとずつついてますね。それもね、味ですよね。うんうん、だと思います。この皮なんか珍しくないですか。そうなんです、これが、はい、テキサスレザーっていう革で、テキサスレザー、そうなんです、かっこいい、かっこいい、ちょっとワイルドな名前なんですけど、確かに、エルバマットっていう革、まあ、別の革を、はいはい、の表面にこの毛羽立ちを立たせたヌバックレザーになってまして、うん、なるほど、はい、でお色は最初すごく明るいんですけど、はい、ヌバックって毛羽立ちがどんどん使っている間に寝ていくので、うんうん、色がすごくエイジングが分かりやすいものになってます。おお、なるほど、なので手触りはちょっと動画ではお伝えできないんですが、残念です。店頭で触って確かめてみてください。ぜひぜひ、ちょっと特権で僕が触りますね。気持ちいいです、めちゃくちゃ。そうです、だいぶこうさらっとしっとりしていて、かなり、うん、気持ちいいお財布になってますね。そうですね、で結構カード段のところも、はい、マチがきっちり1センチ強ぐらいはあるので、なるほど、カード入れたりレシート入れたりもできますし、よく使うところはこう、よく使うカードはこの辺に2つ、私はちょっと例外で3つ目をなるほど入れて使ってます。おお、それだけ容量あってこの薄さってすごいですね。そうですね、でこのお財布だと、はい、このラウンドジップで全部こうどうしてもこの厚さに収まってしまうので、うんうん、
かなりこれもだいたい2センチちょっとぐらいなんですけど、はい、もうラウンドジップで全部こうくるんでしまってお財布パンパンにしちゃってもこの厚さからはそこまで大きく変わらないので、なるほど、はい、もうこのサイズになります。なるほど、素晴らしい。今日の服はあれですか、はい、その財布に合わせてきたんですか。ちょっとバレましたか、ちょっと色がいや、どうかしてる。素晴らしい。ありがとうございま す。なんかめっちゃいい匂いしますね、この革。そうですね、これもあのちょっとオイル の成分の関係でちょっとこうチョコレートみたいな匂いがするっていう風な話は聞いてます。チョコレート、はい、おー、なるほど、はい、はい、でこのお財布ちょっと動画ではかなりデザインも変わってるので、はい、ちょっと使い勝手が想像しにくいようだったらぜひあの店頭でも、そうですね、触れるサンプルも置いてますので、はい、ぜひ店頭にお越しいただいてあの、はい、触って使い勝手を確かめてみてください。はい、ぜひお願いします、はい、ご来店お待ちしております。お待ちしております、はい、あと、はい、チャンネル登録もお願いします。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ドロロン。